演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら。どうも、自分は現在ネスタリゾート神戸という施設に来ています。これからいろいろ満喫していきたいと思っていますよ。でも広すぎてこういう風に園内をバスを使って動かなきゃいけないんですね。バスを使っての内部移動、関西空港みたいなイメージなのでしょうか。あ、関西関空第二ターミナルですよ。でも楽しみですね、そういうのって。こちらがそのイーコーバスです。どうやらこちらの施設、体験型のアトラクションのようなんですね。結構楽しみだな、そういうの好きだし。楽しんでまいりました。まあ、中は楽しむのに精一杯で、撮影の方ではなかったのですがね。でも、いろいろと運動にもなりましたし、かなり楽しめたんですね。おすすめです、こちら。今度は2階部分に乗ってみました。プール入ろうね、今から。バスが一番で、ね、楽しいな。早いし、まあ、ケイちゃん、息しと違うんですよ。ワイルドバギーというものに乗ってみたいと思います。あー、結構大本格的だな。あー、これでレースとかしたら面白いのかな。まあ、やってみましたが結構怖かったですね。あれ、一応バイクの免許は持ってるんですけど、なんかもうそれとはまた勝手が違うので、本当なんだね。本当結構スリルありましたよ、これ。続いてはこちらの温泉に入ってみたいと思います。はあ、さっき動いてちょっと汗も吹きましたからね、さっぱりしたいです。ではでは、いただきます。はい、温泉の後の一息にぴったりの甘さですね。抹茶濃厚。抹茶かき氷は、抹茶が本当に濃厚でかき氷にうまく染み込んでいましたね。あんな抹茶かき氷食べたことなかったんですよ。豆乳と蜂蜜のバウムクーヘンも噛んだ瞬間にそれぞれの甘さが広がり、ふわっと広がりとっても出す。どれも雰囲気つまりぴったりの甘さで、こちらの点数とさせていただきます。甘味を食べ終えて出てきました。温泉ほんとさっぱりできました。いろんなお風呂もありましたし、かなり楽しい。ちょっと入るだけでもかなり楽しめると思います。来てよかったです。はい、あらかた回り終えました。結構楽しめましたね。こういうところなかなか来る機会がないんですけど、それだけにこういう一度来ると楽しまなきゃっていう気持ちになります。そしてこういうことがあるから毎日頑張れるんですね。またこうした機会を作って、また毎日の活力にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。
ソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。